オリビエ・ティルは、ルクセンブルク出身の同国代表サッカー選手。FC ボルスクラ・ポルタは所属。ポジションは MF。2013年に FC ロダンジュ91で、プロデビューとなった。2015年に FC プログレスニーダーコルンに、移籍、2018年まで在籍した。UEFA ヨーロッパリーグ2018から19、予選で、ロシアプレミアリーグの FC ウファから得点を奪うと、 3週間後の2018年8月31日に4年契約で、そのウファに移籍した。加入後にシーズンにわたり、中盤のレギュラーとしてプレーする。2020年9月以降は、リザーブチームに送られ、翌月17日にクラブとの契約を解除した。半年間のフリー期間を経て、2021年1月より、ウクライナの FC ボルスクラポルタバと2年契約を、 締結した2017年8月31日に行われた 2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選グループ A のベラルーシ戦で A 代表初出場10月10日の同予選ブルガリア戦で A 代表初得点父のセルジュ母のナタリー兄のセバスティアン弟のバンサンティルもルクセンブルク代表のサッカー選手母は投てき選手でもあるありがとうございます